教職科目、情報通信技術の活用と教育方法、中等のガイダンスを行います。この授業についての教員からの連絡は、すべてコースパワーのお知らせで行います。スマートフォンへのお知らせの転送を設定するなどして、連絡を見逃すことがないようにしてください。 質問がある場合にはコースパワーの質問機能を利用するか寺尾までメールで質問してくださいすでにシラバスは見ているかもしれませんがここでシラバスより講義について概要や内容計画を説明をしていきますまず講義概要です 学習者が何を考えどのように行動するかを理解することが教育を行うときには極めて重要である。この講義は学習者の特性をよく理解することそれに応じた教育の方法を考えることおよび情報機器の特性を理解し効果的に活用する方法を習得することこの3つから構成される。 シラバスの達成目標ですこれからの社会を担う子どもたちに求められる資質能力について理論的基礎を理解しそれらを育成するために必要な教育の方法教育の技術情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識議論を身につける以上の授業の内容そして目標 ですがもっと細かく具体的な授業計画はこれもシラバスに掲載されています。この情報通信技術の活用と教育方法、中等は、いくつかの時間に設定が、科目が配置されていて、それぞれ異なった教員が担当しています。しかしか担当者は異なりますけれども 共通のシ具体的にどのようなことをどのように教えるかということは教員によって異なりますがシラバスに書かれている授業計画のレベルでは共通となっていますこの授業の目標の一つである情報機器の特性を理解し効果的に活用する方法の習得のために 共通シラバスでは明示されていない内容をいくつか授業の時間外に学習をしてもらいます例えばパスワードの管理個人情報の管理情報モラル著作権などですこれがシラバスに掲載されている授業計画ですもちろん先ほど述べた 目標や概要に書かれていることをある程度具体化して書いているわけですがそれでもまだこの内容この計画に基づいて具体的にどのような内容をどのように教えるかということは担当教員によって異なりますシラバスとしてこの授業計画は共通どの教員も担当教員にも共通となっています 今このガイダンスを行っているのは初回授業でここはオンライン授業オンデマンド型となっていますおそらく受講者の人が最も気になる成績の評価方法です私が担当するこの授業については平常点50%試験50%で成績をつけます 平常点は授業時間における実習への参加を評価します単に参加するだけではなく課題提出や発表など実習に関連することのすべてを含みます参加っていうのを出席というように読み替えないでください出席をしているということそのものは履修者にとって当然のことですので出席して何を 行ったか、どのようなことを行うことができたかということが評価の対象となります。この授業を受講した人であれば常識として持っておいてほしい基礎知識についての問題それから教育での ICT 活用に関連した小論文形式の問題を出題します。 この授業では、コースパワーで教材を配布しておりますが、その他に授業のスライド、資料などを公開しているウェブサイトがあります。ただし、著作権の関係でコースパワーにあるスライドでは掲載しているが、ウェブではそこを省いているものなど、コースパワーの教材と一部異なるところがあります。 ウェブページの URL を2つ示しています。内容はいずれも同一です。それでは、この授業の目標の中にもありました学習者特性という言葉ですね。これについて少し説明をしておきたいと思います。 今、この講義概要ですと、3行目から4行目にかけてのところに、学習者の特性をよく理解すること、それに応じた教育の方法を考えることと書かれていますね。この学習者の特性というものが何になるかということを補足説明をしておきたいと思います。シラバスの講義概要のところに書いてある。 学習者の特性をよく理解すること、それに応じた教育の方法を考えること、および情報機器の特性を理解し、効果的に活用する方法を習得すること、この特に前半の2つの部分ですね。最後の情報機器の特性を理解し、効果的に活用するっていうことは、この学習者の特性を理解し、それに応じた教育の方法を考えるっていうときに、情報機器でそれが支援できないか、そうした学習が支援できないかというように考えるということになります。 学習者特性というものにはさまざまなものが考えられます。例えば身体的な特性、それからパーソナリティ特性、認知的特性、非認知的特性、動機づけなどですね。非認知的特性というのは最近にできたよく聞くようになった言葉で、 えー、皆さんに馴染みのあるものとしては、例えばコミュニケーション力とかですね、まあ、よく言われるようなものです、まあ、コンピテンス、社会情緒的なコンピテンスというものになりますねで。この授業で焦点を当てる学習者特性は、認知的な特性と学習者の動機づけです。まあ、動機づけというのは日常的な言葉ではやる気の問題ですね、やる気というように言われているものです。 学習の基本的なメカニズムというのはこれはどの学習にも共通であると考えられます。人はいかに学ぶかについての心理学や認知科学など学習に関わる学術の知見はこれはどの学習にも共通して応用できると考えられます。皆さんに読んでほしい推薦図書を一冊あげておきます。 教育人間科学部の教授,で、えー、教授としてです、ね、長く青山学院大学で教えておられました鈴木弘明先生の「私たちはどう学んでいるのか」というチクマ「ちくまプリマー新書」です薄い本なので中身は非常に内容が充実していますけれども、まあ、読む分には読んでいくときにですね、まあ すぐに楽しく読めるしかも学ぶところが大きいと思いますのでぜひこの本を推薦しておきたいと思います学習の基本的なメカニズムがどの学習者にも共通ですからそうすると心理学や認知科学あるいは教育工学といった学習に関わる学術の学術的な知見っていうのはそれは 学習者の個人差ということをあまり考えなくても実際の学習場面で応用できますが一方でいろいろ学習者には個人差があります例えば既有知識授業に今から授業をするっていう時にそれぞれの学習者が持っている知識っていうのは違いますしなぜ今ここで勉強しなければいけないのかということについての動機づけも違います得意な情報処理のやり方も違えば 学習のやり方、学習方略といいますが、学習のやり方の好みといったものもそれぞれ個人差があります。学習者特性という言葉が表しているのは、こうした個人差ですね。学習者特性はこうした個人差を指しているものです。ですから、学習者に共通した学び方のメカニズムというものと、そして個人個人が違っている学習者特性ということを考えて 学習の環境をデザインしていくことというのが教員の役割となりますでこうした学習者が持っている知識や技能学習スタイルといったような個人差を十分に配慮して学習環境を整えていくことこれを学習者中心主義と言います1990年頃から特に聞くようになった言葉ですね 学びとコンピューターハンドブックという書籍の10ページに書いてある説明をここに示しておきますこの学習者中心主義だけではなくて学習環境をデザインをしようという時にはこの学習者についてのことを含め4つの視点というものが必要だというように言われています 今先ほど述べた学習者中心ということのほかに知識中心評価中心共同体中心というですねこうした4つの視点がありますこれについてはまた授業の中で取り上げて考えていきたいと思いますこうした学習者の特性を考えながら学習環境をデザインしていくときに情報通信技術 というものの活用が近年重要になっています近年の学校教育は ICT と密接な関係にあります、まあ、例えばインターネット環境ですねインターネット環境を使って何か学習を行うということは非常によく行われています、まあ、単純なインターネットでの調べ物というものもありますしあるいは ほかのです、ね、学校、外国という実践もありますし、遠隔地の他の学校とつないで、生徒がやり取りをするといったものとか、いろんなものがあります。それから、24年度からかなり本格的に導入されてきましたデジタル教科書ですね、それからデジタル教科書を写す装置としては、電子黒板というものも普及しています。 2020年度から日本でも世界でもコロナ、この中禍にあってですね、オンライン授業、これもかなり広まりましたで。その結果、単に教室でのリアルの授業のですね、リアルタイムの教室対面授業ができないからやむなくするというだけではなくて、オンライン授業ならではの良さ。 ですね、オンライン授業だからこそできることといったもう積極的な理由あの利用というのが、まあ、今後、考えていかれるし、まあ、これまでもいろいろそういった実践が積み重ねられていますそして2023年頃に一気に広まって社会だけでなく教育環境にも教育でも大きな影響を与えているチャット g p t に代表される生成 AI という人工知能ですね でこうしたものというものをうまく活用してです、ね、先ほどの学習者、学習者特性ということを考え、教育環境をデザインしていくというときに、こうした技術がどのように活用できるかということを考えるようにしたいと思います。学習環境デザインにおいて、これら ICT を活用して学習を促進。 この時に何か ICT を使うぞというですねさあこれを使ってみようっていう使用ありきではなくて考えなくてはいけないのは学習目標ですどのような知識やスキルを獲得するのかその学習目標の達成を支援するために ICT がどのように活用できるかということを考えるということが重要になります。 この授業で考えていきたいと思います。はい、これで以上で、情報通信技術の活用と教育方法、中等のガイダンスを終わります。